負けましたけど負けてないです。またすぐやります。やっぱいや本当死ぬ気やってきたんで今日は本当後悔ないです。もう一回這い上がります。絶対頑張る。さあリンクを降ります。倉本蓮です。涙が見えます。さあ平本蓮、平本蓮の明日はどっちだ。最後一番なんそうですね。今じゃない、30年終わりじゃない、始まったわ。まあでもまあ明日からまた頑張らない。そうだね、まあ、うん、やろう。どうしたらいい。やめらんないっす、格闘技。彼の知らないところに僕踏み込まないようにしてたんで、これで踏み込めるんですよ、やっと。ついてきてくれるなら、絶対強くします。絶対最後一番になると思います、絶対。それは今も変わらないです、これは。悔しいっすね。まあでもしょうがないっすね。まあすぐ試合したいって言ってたんで、本人も。本当これからも僕も兄貴も本当頑張るんで、絶対一番になってみてます。一緒にいるの3年だろ。まあね、間違いない。こんな大舞台で自分のやりたいことを一生懸命やってるってこと自体が、まあ、私の同じ頃の年齢に比べたら全然素晴らしいと思いますよ、うん、そんな息子がね、私は誇らしいですけどね。ここからっす。毎回言ってるけど終わんないっす、はい。まだまだこんなもんじゃないからどうも思わないっす。俺の方が絶対強いと思うんで、どんどん試合して必ずライジンで頂点取ります。だからすぐ復活したいと思います。やるしかないから、はい。